ソリッドシチュエーションはね、ソーのソリッドシチュエーションスリラーはやっぱりめちゃくちゃインパクトありましたね。あれはなんかビデオ業界がいわゆる新箱ビデオ業界新刊ですよ。そう、シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は、スパイラル、はい、ソーオールリセットについて語ってまいりたいと思います。はい、ソーシリーズは、はい、竹内さんが、まあ、1作目から、本作の前まで8作目までですね、はい。で本作は9作目ですが、8作については関わってらっしゃった。そうですね、1作目は、ね、あの主体ではなかったんですけど、はい、2作目以降はほぼまあ、一応宣伝統括っていう名前にしてましたけど、まあ、宣伝プロデューサーですよ、ね、はい、やってました。はい、これ1本目は、うん、あのサンダンスで上映されて、そうですね、サンダンスで買い付け舞台が買ってきて、はい、それで結構だけプリント組んのが遅くてね。ああ、そうなんですね。うん、僕はあのビデオで見たくなかったんで、あ、とにかく無字幕でもいいからスクリーンで見たいって言ってたんですけど、なかなかプリント来なくて、結局1月にそのサンダンス映画祭ってあるんですけど、プリント来たのって8月とか7月ぐらいだったんじゃないかと思うんですよね。もう半年以上経って、ね、そうで、だからあの宣伝プロデューサー送られてきた、はい、あのビデオカセットだったと思うんだけど、はい、当時はね、はい、ビデオカセットを最初に見てて、はい、で竹内さんも早くビデオ見てくださいよって言われたんだけど、いや俺ビデオなんかやだよ最初見んのにって言って、だけどもうとにかくダブルセンプロがですね、値を上げちゃって、はい、あのもうとにかく早く見て意見言ってもらわないと困りますなんてこと言われて、うん、結局最初ビデオで見たのかな、それとも試写まで引っ張ったかちょっと忘れたんだけど、うん、結構ダブルセンプロは煽り系のセンプロだったんで2人とも、うん、あのなんかソーシリーズって今までのそのホラー映画とちょっと違ってね、うん、はい、煽ればいいってもんじゃないスタイルの映画だったんで、うんうん、煽り系のセンプロ2人が結構戸惑っていたんですよね、宣伝するのに。なるほど。それで僕最初にそのビデオだったか試写だったか忘れましたけど見た時に出てきて、はい、いやこんなの別にその煽、まあ、君たちはすぐ煽りたく なるから困るんだよねみたいなことになってそのいわゆるシチュエーションコピー、はい、目覚めたら地下室みたいな、ね、はいはい、地下室 あの古びた浴槽の中とかなんか忘れたけど、はい、あの4行か5行口で言ったのをあの金井くんがあの書き取ってまとめて直して最初にその5行コピーをつで、あとその谷島くんがまあなんかやっぱりこう肩書きみたいなのを作ろうっていうんでソリッドシチュエーションスリラー、あの谷島さんが考えたの、あれはね、だいたいあの時にソリッドって言葉から知らなかったなんかこうこの映画をどう表現したらいいのかって、ね、シチュエーションスリラーっていうのはね、うん、もう一般的に使われてましたからね。でそれは買い付けした池田ジョー君が、うん、いやソリッドソリッドってソリッドっていうのはどういう意味なのって言ったら、まあ、究極のとか研ぎ澄まされたとかそういう意味だと思うんですけど、うん、まあ、シチュエーションでもその研ぎ澄まされた究極のシチュエーションってことで、うん、でそれもともとほらあの僕がスクリームをやってる時にね、はい、あのホラーっていうとやっぱり日本ではスプラッターをね、うん、想像イメージしちゃうので、ちょっとあのホラーっていう言葉を使わないでジャンルにしたいなっていうんで、うん、ジェットコースターショッカーミステリーってちょっと長いんですけど、はいはい、ジェットコースターショッカーミステリーって言ったんですよ、はいはい、で谷島君が、まあ、あんなようなちょっとあのジャンルコピー作りたいよねって言うんで、うん、ソリッドシチュエーションスリーあのスクリームのその、うん、ジェットコースターショッカーミステリーは全く頭残ってないんですけど、まあそうでしょうね、ソリッドシチュエーションはね、ソーのソリッドシチュエーションスリラーはやっぱりめちゃくちゃインパクトありましたね、うん、まあ、あれはなんかビデオ業界がいわゆる白箱ビデオ業界新刊ですよ。そう、もうこれは白バックのサスペンスでソーに似せようっていう風に、もうだからそういうのがあまた出てきて、ね、しかもタイトルもジグソーとかソーが ね勝手に使うなよって某社さんね、某社はね一番ひどくてソーゼロっていうのをねタイトルにした、それひどいですね、それをだから、ね、いやライオンズゲートとアスミックエースと相談して、うん、内容証明付きの送ったんだけど、はいはい、もうあの天から無視じゃあもうちょっともう一台やんないと、でもほら日本は基本的にタイトル商標登録しないので、うん、アメリカは全部全て商標登録するので、うん、本当に名前使っただけでもう訴えられるんだけど、日本はさそんなこと言ったら同じタイトルつけるじゃんみんな、う
それはちょっとひどい、まあ、仁義を切る時もあれば、うん、切らない時もある。総ゼロはひどくないですか。総ゼロはちょっと私でもつけきれません。それスペインがよしかもなんかいやいや全く関係ない、全く関係ないの、うん、まあでもキューブもねいっぱいありました、ね、あるよね、はい、キューブもしかもなんとかキューブとかなんとかキューブとかキューブなんとかとかいっぱい作られたもんね、はい、全くキューブと関係ないですよね、うん、っていうぐらい、まあ、ビデオ業界はねそういうところだからね、エンタメビデオ業界にインパクトが、うん、そう特に第一作で、そうね、ソーの第一作は多分映画史上のね、そのホラーということでは残るタイプの映画だと思うんですよ、はい、まあ、設定も斬新だったし、はい、それをどう面白く見せるかっていうのもソー1に関してはもういわゆるクラシックですよね。そうですね、うん、で、私が前者にいた時に、うん、やはりサンダンスで当時買い付け担当だったKさんもご覧になってたんですけど、いやでもブレアウィッチ買ったんだからいいじゃん別に。そうなんですけど、ちょっとレポートが欲しかったなとこういうのがありました。でもブレアウィッチの時は散々攻めたんだからお金いや攻めたけど買い付けは実行してますからね。いや分かってる、買ってくださいっていうね、うん、だからちょっとね買いそびれちゃったっていうこうね、そうだ、すごい、もうだからそれが大成功してるだけに余計、ね、でしかも、うん、これやっぱ旧作続くってすごくないですか。すごいね。あのメジャーだったらね分かるんですけど、予算もあるし、こう力を当てガンガンやるっていうのは、ただインディペンデントでここまで続く作品なかなかないと思うんですけど、よくまあそのストーリーをね掘り掘り掘り返してさ、うん、なんかやっぱちょっとでもその関連付けて新しいね、うん、ショッカーを作ろうみたいなとこすごくあるじゃないですか、うん、はい、でそれは多分元ネタのソー1がね、はい、もう本当にその斬新な、はい、あのアイディア造形だったと思うんです、はい、それがやっぱりこの旧作まで続くようなね、うん、その根幹を作ってたっていうのがやっぱりすごくあると思う、ね、日本人はね、うん、ああいうこう本当のいわゆるシチュエーションスリラーって言われるものすごい大好きなのは分かるんですけど、うんうんうん、でも世界的に当たらないと旧作まで作れないじゃないですか、うんうん、ってことはやっぱり世界的に当たってるわけですよね。まあでも後半は結構相当興行収入落ちてると思いますけどね。それでも成立はしてたってことですよね多分ね。そうそうそう、だからそれでも新しいものを作りたくなるぐらいの、しかもほらその都度その都度新しいクリエイターを連れてきたりして、うん、このだから前作で僕が最後にやった作品、うん、スピリエグ兄弟っていうね、はい、新しいその、スリラージャンルの、はい、まあ、監督が出てきたんで、はい、それをあのこう抜擢して使ったりね、うん、今回はだからソーシリーズのファンを公言してるクリス・ロックっていうね、はい、アメリカではコメディアンとして有名ですけど、はい、今回完全にシリアスな役でエグゼクティブプロデューサーと主演をしてる、うん、あとあの1作目のね、うん、ソーにあの監督したジェームズ・ワンが、うん、これ全てに制作で関与されてる、うん、いやしてないでしょうね。あでもなんかクリス・ロックあれはだから原作権みたいなもんだと思うんですね、うん、だからでもそう考えた権利がバラバラになってたら、うん、シリーズも撮っていやだからやってもいいよっていう公認はしてるしですよ、ね、で今回のだからこのエグゼクティブプロデューサーズが、うん、全部ほぼほぼあのクリス・ロック以外は関わってる人ばっかりなの。なるほど。だから一番最初の作品を作ったジェームズ・ワンとリー・ワネルとか、うん、あとね、ここにグレッグ・ホフマンって名前があるんですけど、この人死んでるんですよ、もう。なるほど。だけどこの制作のオーレン・クールズとマーク・バーグと一緒に3人でこの層を買い取った人なんですよ、もともとジェームズ・ワンとリー・ワネルがオーストラリアからその14分ぐらいかな、うん、15分ぐらいの短編を彼らに送って、彼らがよし作ろうって言うんで層は作るわけですよ、ね、なるほど。その初期メンバーがオーレン・クールズとマーク・バーグとグレッグ・ホフマンだった。とかグレッグ・ホフマンさんがね4作目ぐらいにな3作目かな亡くなったんです、うん、でも彼らはやっぱり彼と一緒にやってきたんで死んでるけど、その権利でお金も多分入ると思うんで、はいはい、多分グレッグ・ホフマンさんのその残されたあの遺族にお金が行くんだと思う、はい、ちゃんとだから書いたんだよね、うん、それでケビン・グレターホって人は一作目からの美術をやった人で、途中でこの監督もやってるんですよ、ソーシリーズのね、はい、そういう人たちも全部だからこんな制作組織こんな名前がいっぱいになっちゃったんですよね。あのでも逆に言うとね、だからこそシリーズを続けることができるし、うんうん、私あの関わったあのキューブ、ね、うんうん、ヴィンチェンゾ・ナタリー監督が関わったのって1作目だけなんですね、うんうんうん、で今度 の, あの、まあ、リメイク日本でやるものには、うん、あの許諾をされてるみたいなんですけど、ね、でもその辺がねバラバラになっちゃうと、うん、あのキューブはシリーズ化は途中で断念されてる感じがするんですよ、ね、だからソーは本当にこう作品が1作目は素晴らしく、なおかつスタッフとかキャストの体制がね、うん、うまく引き継がれてることで、うん、なんかシリーズがうまく機能したんじゃないかなっていうふうに、今回の監督のダーレン・リン・バウズマンもね、はいはい、
確かね、2作目、3作目の監督だったかな。ちょっと今記憶がうろんなんで間違ってるかもしれませんけど、で当時だから僕は彼と六本木で、はい、あのご飯を食べたりね、はい、して日本にキャンペーンに来ていただいた、はいはい、そしたら彼はあのカナダのトロント映画祭の時に逆にご馳走してくれたりして、はい、あ、そうなんですね。でしかも日本 の、 あのクリエイティブをねものすごい褒めて、はい、やっぱり日本のクリエイティブが最高だっていう、あの一応パンフレットでは、うん、あのそう2、3、4の監督はダーレンさんになってますね。2、3、4の監督ですね、はいはいはい。で一旦離れんだけどこうやってまた戻ってきて、はい、まあ、新シリーズの監督もやるってことで、まあ、確かに佐藤さんおっしゃるように、その最初のアイデアがやっぱ非常に素晴らしく、はい、それをちゃんと踏襲しながら、そしてスタッフたちが、まあ、割とずっとそのまあ仲が悪くなっちゃうとダメですもんね。そうでも金儲かるとみんな仲悪くなるよね、結構ね。本当だからこれすごく軽なシリーズだからすごい、こんだけ制作組織にかつてのねスタッフがみんな入ってるような、うん、あんまりだからないですよね、うん、そういう意味ではレアな、はい、あのホラーシリーズだと思いますけどね、はい、じゃあいよいよその、まあ、今回の、はい、まあ、スパイラルについて語っていきたいんですが、じゃあここからはネタバレもありで、まあ、あのね、そうは基本的にはなんかもうシリーズご覧になってる方はね、まあ今回どうやるんだろうなっていうことではあると思うんですけど、とはいえ、まあ、今作の、まあ、ネタバレについてご覧になりたい、ご覧になりたくない方はここで一旦止めていただければと思いますが、はい、そうですね、じゃあ内容はいかがでしたか。まあ別にもうもはやこれは総シリーズでも何でもないですよね。あ、それはどこがそう思われましたか。いやまずもうさ、はい、完全にその総シリーズのヴィランである、はい、なんつんだっけあいつは、ジョン・クレーマーはね、はい、もうすでに亡くなって久しく、はい、で、続編たちは結構その彼の弟子たちがね、うん、犯人だったりすることがあるんだけど、うん、もうこの主役だったりそのなんだっけ、犯人、はい、犯人役、犯人の人、はい、もう全然そのジョン・クレーマーとは何の関係もない、ジグソーとは全く関係ない、全く関係ない、うん、ただまあそのね今回の犯人はそのジグソーをやってきたその悪い悪なんだけど世の中に暴かれてないがゆえにね、はい、あのそのジグソーの手で、悪を暴いてたっていう、はい、この概念が非常に素晴らしいと、はい、でまあ自分のねその犯人になる根拠というか動機というかね、うん、がやっぱりそのジグソーがやってきたこととつながってるっていうことで、まあリスペクトはしてますよね。リスペクトして、まあ、自分はもう後継者として悪を裁くみたいな、そういうことなんですかね、うん、だけどその別に犯人も途中で分かるし今までやっぱりそのシリーズって意外なとこがやっぱあったと思うんだけど、ね、これあのネタバレ言っちゃうと、この犯人殺されてるんですったことになってるんですけど、そのシーンがないんですよね。そうなのよ。あれって待って、これ他の人たちはないんだ。そう指引き抜かれたりするシーンとか延々とやるのに、そうそう、こいつだけなんかそういう箱が届いてね、入れ墨がとかって、えって普通見てる側がするとそいつ親おかしくないから、いや最初からさなんか怪しいじゃない、ね、なのにもうあれの途中でも絶対にまあほとんど10人いたら9人までが犯人分かると思うんだよ、ね、うん、だって身内だなっていうのも途中で分かれちゃう。だって他にやりようがないんだもん、警察以外に。そしたらまあもちろん警察の中で怪しいやつはいっぱいいるんだけど、だったらもうちょっと全体的にね、そうそうそう、描き方があったんじゃないかっていう気はしますよね。そうそうそう、まあ、でもまあその正当的な、うん、その警察の闇を暴く的な、しかもその、うん、お父さんの仇を取る的な、まあ、そういう話として、普通に見ると、まあ、普通に面白いスリラー映画だなっていう感じはしますよね。まあ、なので、あとあの、はい、役者がね、はい、サミュエル・ジャクソンとか出してるじゃないですか。これはやっぱりあのなかなかこう、なんていうの、予算をかけてるんですかね、うん、やっぱりこう、うん、こんだけのスターがさ、あのこのシリーズに出てきたのはないと思うんですね、うん、まあ、ダニー・グローバーがね、一作目に出てましたけど、あんまりこんだけ、まあだからなんだっけ、そのぐらいだと思うんですよ、役者としてはね。クリス・ロックさんもね、うん、あの56歳の割にはちょっと若々しかったですね。いや若いですね、30後半ぐらいしか見えない、そんな感じぐらいしか見えなかったですね、うん、いやだから何見てる分には楽しいけど、別にどうでもいい映画ではありますよね、うん、ただそういうどうでもいいと言いつつね、シチュエーションスリラー総シリーズを楽しみにしてる人は結構いらっしゃるみたいで、うんうん、公開関数はね初週87スクリーンと100以下なんですけど、うんうんうん、
ランキングに一応14位で初登場。これは多分だから限定的に宣伝も、うん、あの小さめにして、うん、まあ、だからやっぱり2時とか3時とかの利益も考えて、うん、逆にだから興行段階で大きく赤字を出さないようにしたんじゃないかと思うんですよ、ね、でもだからまああのはで今週公開された作品の中では割と検討してる方かなと、うん、それは多分絞ったからですよね、逆にね。なるほど。だからその公開関数としてはビジネスとして考えた時は割と適正だったっていうこともあるんじゃないか、はい、まあ、これはねもう多分8作もアスミックエッセーやってるので、うん、もうほぼこれを当てようとかっていう気持ちはないと思うんですよ。なるほど。やっぱり今までやってきた流れの中でやっぱりこの9作目も当然自分たちでやっぱりここまでやってね、うん、これまた違う配給会社に取られたらやっぱりちょっと悔しいじゃないですか、はいはい、これはもう誰しもが思うと思う、はい、僕も多分いたら絶対悔しいと思う、まあ、ですしね、これだけあるとコンプリートの DVD ボックスとか、うんうん、まあ、特集 の、 あの地上波とか配信の放映とか、うん、そういうこともねやりたいですもんね、うんうん、まあ、特にそうシリーズに関しては宣伝すごく苦しくて頑張ってきた映画だから、うん、多分ここで手放すことはないと思うんだよ、ね、かといってね、うん、前作でも多分もう相当興行収入は下がってると思うんですよ。なるほど。だからよくよく考えて今度は あまりこう派手ってこともなくその地道に堅実にやろうっていうことにしたんじゃないかと思う。それで僕にも声がかかんなかったでもそれ成功してますよ、ね、いやもうあの、うん、それであの映画見てももうもはやこれはそうシリーズではないからね。で逆にちょっと大平さんのご意見を伺いたかったのは、はいはいはい、この次は作られるんですかね。まあある、あるんじゃないの、うん、っていう感じのエンディングなのかな。クリス・ロックがさ次もやるのかどうかだよね、うん、で、まあ、そんなに多分もうライオンズゲートは配給してるだけだし、うん、このね、クールズバーグのプロダクションもこれでもうガンガン儲けようとは思ってないと思うんだけど、やってて多分楽しいシリーズなんだと思うんだよね。なるほど、なるほど。だから新しくなんかね新しいなりのネタを考えるじゃないですか、うん、とか結構全世界からそうシリーズこうやればまだいけんじゃねみたいなことがね、うん、あのサイトとかに送られてきたりもすると思うんだよ。なるほど。あと新しいクリエイターがぜひそうやってみたいとかね、うん、そうやったら別にまあ、総シリーズどっか引っ掛ければね、うん、永遠と作れるじゃないですか。コピーキャットなんていくらでも作れるんだから。ただそのね殺しのギミックとか、うんうん、復讐する理由付けとか、うんうん、なんかそれ毎回毎回やっぱいろいろ新しく考えて、うんうん、今回もね結構美術とかは頑張ってましたからね、うん、頑張ってましたね。よく一人であんなに作れるなってツッコミどころはそこです、ね、あとおめえあんなさ警察の活動じゃんあんなのいつやってんだよみたいなところあると思う。あの警察のね地下倉庫でロウダラダラ垂らす機械が仕組まれてますからね。あんた警察の地下であんな延々と殺すことなんかできるわけないだからあのサミュエル・ジャクソンのお父さんもねこんなに釣られてすごいあこれ作るの大変だ思いました、ね、しかも最後にはさ袖から拳銃じゃないあのマシンガンまで出てくるじゃない。そうそうそう、もうバカだと思うよねでもそういうところが面白いよね。面白い。だからなんか、だからそれはそこ突っ込んでもしょうがないんで。そう。っていうかそういうの突っ込んで楽しむ。なもうあんな警察が突っ込んでできるわけねえだろ。共犯もいねえで。うんうん、とかね、いろいろ突っ込みどころあると思うんだよ、はい、でも、もともとソーシルズってそういう映画だから、はい、こういうのを見てね、なんか飲んだりしながら話すのは面白いですよ、ね。まあでも、ワンはね、衝撃。いや、あれはもうクラシックワンはむくって起き上がるんだよ。不意をつかれたから。ほらやっぱりいいのそれでネタバレしちゃって。いやネタバレしますよっていう。いやだけどそうワンのネタバレは言ってないで。すいませんでした。いやでもいいんじゃない。もうあれがねすごい。ここまで見てる人でそうワン見てない人はいないんでしょ、はい、まずね。あれがすごかった。いやびっくりしたよね本当に。あのそうワンはすごかった。あと音楽とかもね、ダダダンダダダダダンダダダンとかね。音楽も忘れちゃった。いやほら毎回で、しかもだから宣伝も結構新手を打ってね、ソワンの時にその谷島宣伝プロデューサーが、何種類かほら予告編のね、うん、候補持ってくんじゃない、うん、竹内さんどっちがいいですかねって言ったら両方やっちゃえばって、えー、なんつっちゃってね両方ってどういうことですか。だから2本とも短いのをね2本あの候補として持ってきて、これ2階建てにして積んじゃえばいいじゃない、うん、えー、なんつってあー面白いかもって言うんで、実際のやつ頭にその1個やって、うん、その映画始まる寸前にね、その、そうじゃなくて予告編つけた映画の寸前にこう挟むようにしてくれって頼んで、うん、同じ映画の予告編が2回出てくる、違う予告編、うん、バージョン違いっていうのをやっ
って確かあれ真似した人は1社ぐらいしかいないんじゃないかと思う。いやなかなかできないですよね、うん、いいのができないと。あしかも当時東宝シネマズ六本木肝煎り企画だったんでね、うん、総シリーズって。あそうでしたね。だから特別にやってもらった。あとね俺アートワーク、アートワーク、ね、やっぱりホラーって黒いビジュアルっていうのが基本的に定番じゃないですか、うん、だけど白バックであのタイトルでこのシーンっていうのはあれは半島宣伝プロデューサーはね無理やりこのシチュエーションを一目で見えるようなポスターを作ってくれって言って、デザイナーさんは無理やりあのワンシチュエーションを、実際はだから映画の中ではああじゃないんだけど、でもそのシチュエーションが一目で見えるようにね、真ん中に死体があって二人の男がつながれてこう両方の対角線上にいるっていうそういう構造を作ったんだよね。でそれを見せるにあたってね、最初ね血がね多すぎてエイリンかなに血が多すぎるって言われたんだよ、うん、それでどんどん省いていったら本当真っ白になっちゃう。いやあのいや結果的になのかもしれないですけどあれはすごい。で2作目が大変だった。あ2作目は大変だ、ね、2作目はね、うん、あの爪がこんなになってます。まあそうじゃなくてアメリカと日本で同時だったの、うん、だから宣材が全く来ないので予告編もポスターも全部日本で作ったのよ、でその、2の、はいその爪の指、はい、これデザイナーさんのアシスタントの指なの日本人のね。まあありがちですね、うんうん、で3作目のその鎖につながれてる腕は2人いたデザイナーの片方の手なの、うん、で一番すごいのはね層の5かな。あこれ違うなポスターが、うん、層の5はねとうとうそのメインでやってたデザイナーさんの下からこう顎取ってそれがあのメインビジュアルになってて、もうなかなか同時で公開すると向こうから宣材来ないし、日本って世界で最も宣伝期間が長い国なんですよね、うんうん、まあ佐藤さんには釈迦に説法だと思うんですなので他はもっとこう間近にならないと宣材出てこないじゃない、うん、韓国なんか特にあのネット宣伝が中心だから宣材いらないじゃないですか、はい、基本的にね、はい、でも日本は本当に6ヶ月ぐらい前から宣伝し始めたりするので、どうしても日本オリジナルで作んなきゃなんないので、うん、ほぼほぼ全てオリジナルですよね。そうの方だけ違うんだよね。これはオリジナルだと思うんだけ ど, なるほど、あとはもうほぼほぼ自分たちで作ったので、デザイナーさんの指とか東急ハンズで鎖買ってくるとか、うん、そういうのをやってました、ね。まあ、そういうのはね、うん、一生懸命、まあ、日本のね配給会社さんはやりますよね。そうね、あのやっぱりアスミックエースで作った洗剤は世界的に使われたものも 何本もあって、あ私もやっぱりそういうのありました、うん、やっぱりあのお金払うから使わせてくれみたいな。いやお金払わないんですよ、くれないの。もうこれは我々の払うっていう会社さんもありましたね。いやほらメジャーだったりするんで払わない、うん、まあもらったのもあったけどね。じゃあこの層の1、うんはもう完全にオリジナルで作られた、ね、これはもうオリジナルですね。あのシチュエーションポスターはね、うん、もう本当にビジュアルも素晴らしかったな、うん、ね、そのシチュエーションスリラー、まあ、やっぱりその潜在はやっぱ非常にね新しいものだったですよね、はい。まあ、これでいわゆるビデオ業界に白パケブームがね、うん、一大はもう沸き起こるわけだ、ね、だからもう似たようなあの白バックの、まあ、ホラーのビジュアルを作る。なんかアスミックエースやっぱり映画業界よりもビデオ業界にインパクト与えますよ、ね、インパクト与えたのがあるよね。あの、あるいは裏切りというタイトルのタイトルとか、あとはあのペイバックシステムとかね、はい、あれはちょっと余計な話ですいません、うん、いやいや、まあ、機会があればねそういうのもお話できればなと思いますが、まあ、だから総シリーズもね、やっぱりアスミックエースは大事にこうやってあの一からずっとやってきたことが、まあ、今でもこうやってつながってんだなっていう気がします。レガシーじゃないですか。レガシーだと思いますね、本当に、うん、まあ、あの映画業界がビデオ業界に多大なる影響を与えた。しかもいつの間にかこれ変わってんだね。何ですか。ソリッドショッキングスリラー。あ、本当だ、うん、いやそこはシチュエーションでもいいと思いますけどね。まあでも変えたかったんじゃ、オールリセットだから。オールリセットだから、うん、宣伝もリセット。いやでもさ、ショッキングだけ変えてどうすんだオールじゃないですね。オールじゃない、ね、ちょっとだけリセット。そう、あなるほど、うん、ということで、まあでも楽しいよね、はい、こういうのはだからもう、うん、なんだろう、あのレギュラーな人たちに見てもらえれば、うん、ツッコミどころ満載で楽しめる映画じゃないかと思います、はい、それ以上でもそれ以下でもない作品かなっていうふうに思いました、はい。まあ、あの結構ね期待されてた方も多いみたいなので。期待してる人いたの。いや、あのやっぱりエヴァコムの期待値とかはまあまあ高かったですよ、うん、でも普通 の, あのスリラーとして見ても面白い、はいはい、犯人がすぐ分かんなだけなと思ってね、はい。
ということで、本日は、スパイラル、はい、そうオールリセットについて語ってまいりました、はい、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。どうもありがとうございました。